ボブ・ゲルドフ、ロバート・フレデリック・ゼノン・ゲルドフ区部、ボブ・ゲルドフ、本名、ロバート・フレデリック・クセノン・ゲルドフ区部、1951年10月5日、タイ・ナイト君爵氏は、アイルランドのミュージシャン、作曲家、俳優、政治活動家、ブームタウン・ラッツのボーカリスト。ゲルドフは、ダブリン州のダンデアリーで、アイルランドとベルギーの決闘を持つ家庭に生まれた。彼は、 ダブリン近郊のブラックロックカレッジに学び、土殺業や道路妊婦、沿道豆管製造業を経た後、カナダのバンクーバーで音楽ジャーナリストとして活動を始め、週刊誌、ジョージアストレートの出版に携わった。その後、1975年にロックバンド、ブームタウン・ラッツを結成し、当時のパンクムーブメントと密接に関わることとなる。 1978年にブームタウンラッツはラットトラップで初のシングル1位を獲得する。同シングルはイギリスで初めてチャートのトップを獲得したニューウェーブシングルあった。引き続き1979年には哀愁のマンディがヒットし同時に議論の的となった。同曲はカリフォルニア州サンディエゴで1979年1月にブレンダーン・スペサーが 自宅から通りを挟んだ向こうにある小学校で起こした殺人事件をもとに書かれたものであった。同曲は1995年にボンジョビによってカバーされ、1995年6月25日にロンドンのウェンブリースタディアムで行われたボンジョビのコンサートでゲルドフはステージに参加している。この曲は2005年のライブ8でも演奏され、アコースティックバージョンで歌われた。 ゲルドフはすぐに、ロックの多彩な代弁者として知られるようになるも、アイルランドのトークショー、レート・レート・ショーへのブームタウン・ラッツの最初の番組出演は視聴者からの苦情を招くこととなる。ボブ・ゲルドフは、日本に1980年1983年、ブームタウン・ラッツ日本公演で訪れている。1980年には、音楽評論家の福田一郎と会談し、 ミュージックジャーナルな話題で盛り上がった。東京四ツ谷の街をバイクに乗り、ボブが10代の頃を彷彿とさせるパフォーマンスで、役者としての才能を披露した。初来日公演の回想にもと、ゾンバレコード日本社長、北沢隆元週刊 FM 市編集長、前山信幸のコメントが寄せられている。ゲルドフの最初の事前活動への参加は、 1981年9月に行われたアムネスティ・インターナショナルによるシークレット・ポリスマンズ・アザー・ボールであった。彼は小生作者であるマーティン・ルイスの正体でソロアーティストとして出演した。ショーでゲルドフは哀愁のマンディのソロバージョンを演奏した。同公演にはスティング、エリック・クラプトン、フィル・コリンズらも参加し、彼らは後にライブエイドに出演し、 ゲルドフがウルトラボックスの道ユーロと共に発表したボブディラのカバーアイシャルビーリリースドのオールスターバージョンのバッキングボーカルを務めている。ショーとそこからリリースされたアルバムや映画でアムネスティは相当の益を上げ人権に関する社会の意識が向上した。ゲルドフはショーへの関与を誇りに思い一人物によって集められた。 ロックミュージシャンの集団が原因に対して影響を与えることができた点に関して気がついた。後に、ゲルドフと関係する U2 のシンガー、ボノは1986年に、1981年のアムネスティ賞が種をまいた点に注意した。そしてそれは同様の方法でゲルドフに影響を及ぼしたように見えた。1984年までにブームタウンラッツの 活動は停滞していった。同年11月、ゲルドフは、マイケルバークによるエチオピアの基金を伝える、BBC のニュース報道を見て、何かするために状況を活用すると誓ったのだった。彼は、ミジユーロと共に、ドゥ、ゼーノイツクリスマス、を作曲した。ゲルドフは11月に BBC レディオ1の DJ、リチャード・スキナーのショーに出演したが、 計画されていた新しいアルバムについて議論する代わりにチャリティシングルについてのアイデアを表することに放送時間を費やした。これはその話題に対する激しいメディアの関心を生み出す結果につながったのである。彼はアフリカ期が救済基金を行うために主要なイギリスとアイルランドのロック、ポップスを中心としたトップミュージシャンからなるバンドエイドを結成した。 シングルは、基金救済資金を集める目的で、1984年のクリスマス前にリリースされた。ゲルドフの幾分慎重な望みは7万ポンドであったと言われている。しかしながらその売り上げは数百万ポンドに上り、結果的にイギリスチャート史上、1997年まで最高の売り上げとなった。同曲は1989年にバンドエイドイーの。 スローガンの下、カイリー・ミノーグや、ジェイソン・ドノバンといったアーティストをフィーチャーして、再録音された。また、新たなグループのミュージシャンと共に結成した、バンドエイド20のプロジェクト始まる2004年のクリスマスを前に、またも再録音され発売された。チャリティシングルのアイディアは、数ヶ月後にアメリカでコピーされる。マイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーによって書かれた。 We are the world はヨーロッパ及びアメリカでチャートのトップを獲得した。ゲルドフは1985年1月28日のアメリカンミュージックアウォーズの直後に行われた同曲のレコーディングに参加、コーラスとして歌っている。バンドエイドのシングルの巨大な成功を利用して、ゲルドフは1985年6月に基金救済のために前例のない金額を増やした。 大規模なチャリティコンサート、ライブエイドを続けて計画していった。この頃、彼はお金を集めるために世界の多くの場所へ旅立ったのである。彼は、基金救済へ、イギリスの政策の大きな再評価に至った、マーガレット・サッチャ祭も軟喫するようになった。この功績が認められて、ゲルドフは、イギリスの女王、エリザベス二世から栄誉ある、ナイト爵位を含む、 数々の賞を受賞。イギリス、またはイギリス連邦の市民でないため、ゲルドフは、サーの称号の利用を妨げられてしまうが、お構いなしに、サーボブのニックネームが定着し、報道でさえも、サーボブ・ゲルドフとして、頻繁に研究するようになる。また、2005年7月7日には、アフリカで、貧困やエイーズのために戦う献身が評価されたのを、 理由に2006年のノーベル平和賞候補者にノミネートされた。今日のゲルドフはデータ D、サイム A、エイズ T、貿易 A、アフリカの頭文字を取っているや U2 のボノによって設立されたアフリカを支援するための組織と深い関わりがある取り組みをしている。2016年にはアフリカの不平等に対する取り組みにより、王立地理学会より、 パトロンメダルを受賞している。2005年3月31日に、ゲルドフは、アフリカに負担をかけていると主張する政府の負債、貿易障壁とエイズ問題のような問題の認識を上げるためにと、ライブ8のプロジェクトを告知した。2005年7月2日土曜日に、ゲルドフは次の6つのコンサートを準備している。ロンドンのハイドパークでは、エルトン・ジョン、U2、コールドプレイ、 マドンナ、ポール・マッカートニー、ロビー・ウィリアムズ。パリでは、アンドレア・ボチェッリ、ユス・ス・ウン・ドゥール。ローマでは、デュラン・デュラン、フェイス・ヒル。ベルリンでは、ブライアン・ウィルソン、クロスビー・スティルス・アンド・ナッシュ。フィラデルフィアでは、50セント、デーブ・マシューズ、サラ・マクラクラン、スティー・ビー・ワンダー。オンタリオ州のバリーでは、ニール・ヤング、ベア・ネイキッド・レディーズ、ブライアン・アダムス、ディープ・パープル。 ゴードン・ライト・フット、トラジカリー・ヒップなどが、それぞれの都市で公演を行った。1981年以来初めてとなるオリジナルラインアップで、ピンク・フロイドも、ロンドンで一緒に公演をした。これは、多くの人によって、公演のコーラスのハイライトであると考えられていた。ライブ8は、英語圏では、貧困を過去に、日本では、ほっとけない世界の貧しさとして啓発された。 1999年に、ゲルドフ、クイーンシー・ジョーンズ、ボノ、ポール・マッカートニー、マドンナ、スティング・他多数の音楽家、文化人がサポーターを務めた、ジュビリー2000が大きく関与している。公演は、無料で、7月6日に、世界の首脳が、G8 経済首脳会議のためスコットランドのパースシャーに集まる4日前に、開催された。このゲルドフは、ギターを持つ。 少年少女は最終的に世界をその軸に向けるようになるだろうと声明で語った。グレイン・イーグルズ・サミットでアフリカのために作られた約束は広く称賛された。アフリカのために行われたこれまでのものの中で最も偉大なサミット、コフィー・アナン、不完全ならば最貧国の発展の見込みに重要な後押し、ジェフリー・サックス教授あるいは負債の大きな進展。 オックスファムで最近まで研究の先端にいたキャビンはトキンズ。しかし、多くの援助機関はライブ8が、アフリカの貧しい人々についてというよりもゲルドオフ、自身を含む、年老いた、ロックスターの経歴を回復することについての方がなお、一層多かったと一部の引けに主張させた結果に、失望したと口にした。コンサートで講演するために予定されていた。 アフリカ、あるいは黒人アーティストの最初の不足で批判もあったが、ゲルドフは、大物アーティストだけが、G8 会議への全段階で世界の注目を集めるように要求される、莫大な慣習を引きつけ、アフリカ音楽に対する不十分な公的関心が、ヨーロッパやアメリカのコンサートの標的市場の中にあったと答えた。また、認められたアーティストを犠牲にして、アフリカのアーティストを含むことは、 表面的な人種差別撤廃につながり、コンサートの効果を徐々に蝕むだろうとも答えた。ライブ8が、トニー・ブレアや、ゴードン・ブラウンの個人的かつ政治的課題への無条件の支持を与えたという告発もあった。多くの人々がそれは、ゲルドフの課題を承諾した、イギリスの政治家だったとじたが、反対にこれは、ゲルドフが原因を悪化させたという告発にも至った。 ライブエイドに与えられるメディアサポートとは対照的にライブ8は一部のメディアの部門によって批判にさらされしまった。ライブエイドの後、ゲルドフは世界で最も承認できる人々のうちの一人になった。広告ターゲットを問わず特に会話中に激しい言葉を使うことで知られるようになった。ライブエイドの間に BBC のウェンブリースタジオで午後セッションのうちに 俺たちに、お前のクソいまいましいお金を渡すように視聴者に、進めたと広く主張された。しかし、これは、都市伝説である。実際に、人々は、今死んでいる。今すぐお金をください。すぐにお金をください。と言っていた。少し後になって、基金調達のイベントとしてのライブエイドの点を、強調しようとしているときに、畜生アドレスめ、番号はここにあるから、 ちょっと電話で教えてくれ、などとも言ったという。日本人女性の高尾恵子、イギリス人に関するエッセイ多数の著書、やっぱりイギリス人はおかしいによると、1988年当時、ゲルドフは日本の新聞の記事には、本人はバス代もない貧しい情だと訴えているとあったが、高尾が勤めるロンドンの高級な日本レストランの常連で、 好物のエビの天ぷらを手づかみで食べしっぽをテーブルの上に並べ店員に嫌がられた。ゲルドフは2002年に単一通貨に反対することを広告に出すことによって反ユーロの態度を取った。また、ゲルドフはエチオピアの食料危機への反響を痛ましいと呼んだ欧州連合 EU を204年に批判した。欧州議会の議員、クレニスキノクは 事実が間違っているとして、ゲルドフを非難した。エチオピア訪問の間、ゲルドフも、アフリカのエイズと戦うというジョージ・ウォーカー・ブッシュ、大統領の提案を称賛した。この提案は、キリスト教の道徳と禁欲を重く強調したものだったため、援助グループからは批判された。ゲルドフがユーロ会議論の許容できる側面になっていると主張する、批評家もいる。また、ゲルドフは、 イギリスで活発なファーザーズ・ライツの代弁者でもある。ライブエイド・後のゲルドフは守備よく一連のソロアルバムを発売してミュージシャンとしての活動に戻った。また彼はこの頃デビット・ギルモアやシン・リジーとパフォーマンスもしていい。U2 のボノと一緒に彼は第一世界の国と銀行に負債を返済して行かなければならない。アフリカ政府キャンペーンに2000年以降は 多くの時間を捧げた。また、XFM ラジオの DJ もやっていた。1998年に、おそらくそれは局の所有権の変化に不機嫌な、リスナーからのいたずらの情報のためだと言われているが、彼は誤ってガンによる、イアン・デューリーの死を知らせてしまった。これは、音楽雑誌エネミーが、ゲルドフを、世界最悪の DJ と呼ぶ事件を招くことになった。 ゲルドフは、イギリスのテレビ司会者のポーラ・イエーツと出会い、1983年に、娘フィフィが生まれる。1986年に結婚し、ピーチーズとピクシーの二人の娘も儲けるが、1996年に離婚する。三人の娘は、ゲルドフによって育てられる。その後、ポーラは、ロックバンドイニクセスのマイケル・ハッチェンスとの間に、 娘タイガー・リリーを出産する。しかし、ハッチェンスの自殺、2000年のポーラの麻薬過剰摂取による死で、タイガー・リリーは孤児となってしまう。ポーラの前夫であるゲルドフは、ハッチェンスの両親の了解を得て、彼女を引き取り、ゲルドフの実子で、タイガー・リリーの威夫姉にあたる子供たちと共に照られている。2007年、ゲルドフはタイガー・リリーを正式に養子に迎えた。2014年、 お騒がせ、セレブとして、イギリスのメディアで、たびたび話題になった奔放な性格の次女のピーチーズが、母親のポーラと同じ麻薬の過剰摂取で死亡した。1986年に書いた辞伝によると、ゲルドフという名字は、20世紀初頭に、ベルギーからアイルランドに移住した祖父の姓である。この名字はアイルランドには、ほとんどない。ゲルドフの富は、2001年に、 イギリスの放送局の一覧で第18位である3000万ポンドであるとブロードキャスト氏によって見積もられた。ボブは航空チケット会社、広告プラン会社など多数の会社の役員でもある。2005年ブームタウンラッツの元バンド仲間にバンドのレコーディングからの相当な利益を与えずに置いたとしてゲルドフを訴えた元バンド仲間との法的争いに巻き込まれた。 ライブ8が成功したことにより、ボブ・ゲルドフの講演料が、約600万円から約1、0円に値上がりを見せた。2007年、地球温暖化防止を訴えるコンサート、ライブ・アースについて、俺なら、米大統領候補か議会、大企業が約束した明確な環境対策を、ステージで発表するよ、に酸化炭素の排出元との交渉が持たていない旨。 ジュビリー2000やライブ8などで各国政府首脳と交渉して貧困改善資金を拠出させてきたゲルドフらしい感想を述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。